られ引きこもりになり、ナイフを振り回すほど追い詰められていた過去を持つそらくんが、息塾のテーマソングを作りたいと話してくれた。ただそらくんは今まで一度も楽曲制作をしたことがなかったため、プロのアーティストご夫婦のご好意で簡単な指導をしてもらいに東京に来た。歌詞がついちゃうと俺が歌わなくなるでしょ。そら、なんか準備してきた。準備という準備は何すればいいか分かんないですけど、うん、なんか書き出してきたりした。まあ、書き出しはしました。まさかそれを俺にアドリブで歌わせる気じゃないだろう。全然歌詞じゃないですなんかまだゼロもなってないですよ。ゼロすら当たってる。今日なんか音出して一緒にフレーズとかなんか作れたらいいねみたいな話をしてて。あ、そう。喉のあの、チューニング大丈夫です。めっちゃ早いっす、それ。そう、あの、歌詞がついたら日村さんが歌うっていう。マジですか？マジ？多分結構あの、待ってます。あ、ゆかりさん、こんにちは。こんにちは。はじめまして。柳田家のいくらです。よろしくお願いします。氷室さんとそらくんです。こんにちは。今の初ですね。なかなかないシチュエーション。なかなかない。いや、でもなんか生まれるかもしれない、この蜜が。どう思う？蜜が。本当そう思うわ。どめ、好きな空間だろ。ここ好きっす。なあ、めっちゃ好き。そういう方がいいよ。この間柳田さんとちょっと話した後、そらと話したらなんか難しいっす。わかんないっす。つって。じゃあ一つオープニングは一つの。まあ、オープニングというよりかテーマソング。あの曲なメロディー流れたら息塾みたいなのができたら。曲調じゃなくてその曲を聴いたらこれっていう。っていう。そうです。はい。で、曲調は正直もう空の自由で、この間柳田さんおっしゃっていただいたように何の音でもいいし、あの、氷室さんの息塾でもあり、空が入ってる空から見た息塾でも多分見え方があるので。それさ、そういうのってなんかテーマ決めた方がいいんですかね、作る前に。作りやすさ次第だと思うんですけど、テーマ決めた方が、作りやすければ、まあ、決めちゃってもいいかなと思ってて。したいテーマある？例えばお前の人生とかさ、例えばね、ターニングポイントとか変化とか成長とか、そういうワードはみんなに当てはまってくるわけじゃん、うん、そういうなんかテーマを決めた方がお前がイメージしやすいのか。あった方がいいっすね。曲の、お前自分の人生一言で言うなら何？うん、それでいいんじゃん。テーマ、うん、あ、それでいいかもしれない。やっぱ一番ってお前だからさ、うん、お前がしっかりくるのが俺はいいけどね。しっくりくるのだったら、その考えてたの書いてあるんで。あ、それぜひ共有してほしい。自分で歌わせるか、また。いや、いいですか。いや、いかんかん。そして全くポジティブなことを書いてない。いや、全くポジティブじゃない。いや、マジなんだね。人生振り返っただけなんでポジティブなことないですよ。いや、全然いいじゃん。何が入ってんだろう。今の状況だ、これ。あ、いいじゃん。何？なんかプロフィール書いたら思いつくかなと思って。あ、いいですね。12、あ、友人はあまりおらず、はい、人付き合いは苦手。それぜひ読み上げて。いや、そんだけの終わりだ。あ、そんだけですか。そんだけしかないです。どっちなんですね。振り返ったの。おう、うん、何、俺が読めばいいの、はい、こんなことで俺の喉を使っとる場合じゃないんだけどさ。11歳いじめ、12歳不登校。天気で言ったらそこなんですよね。天気？その僕の人生の天気。え、どこ天気なの？不登校か、うん、いじめだろ。そうっす、うん、そこ思い出したらなんか思いつかなって。どこが運なの？俺で言うなら、うん、僕はここです。ここで、あ、天気書いてあるじゃん、本当だ。なんて書いてあるんですか？12月25日天気。あ、つまり私と出会った日です。はい、そういうことです。そういうことね、うん、クリスマスに出会ったんですね。
クリスマス。サンタが行ったんですよ。サンタさん。今思うとサンタの格好して行ってなかったな。もっとこの袋に入ってけって。もうちょっとキャッチーに声とかも出て。これ決めたって感じ。すごいいっぱい考えてくれてる。おお、なるほど。なんて書いてありますか。うんとね、まあ俺がいい。いや、音で助ける。おお。素晴らしい。素敵。この出会い環境自分っていうのはどういう意味合い？まあ、出会いで言うと二期塾。うんうんうん。環境で言うと、うん、まあ親ですかね、うん、親とか家族。うんうんうん。自分で言うと。性格とか、うんうんうん、すぐに生き塾で変われた、うん、切り替えれたっていう、うんうん、それも運に入るのかなって。すごくいいと思う。なんかこう、なんか伝わる、うん、どういうことを考えてるのかなとか、うん、これも書いてます。引き込んでた時何したかなと思って、普通になろうとした。これがでかかったんですよ。普通になろうとしたっていうのはどんなことをしたの？まあ、常識にとらわれてたって感じです。ああ、そうだな。これ何？親に一緒に死ねと言われた。いや、死ぬと言われた。言わせてしまったんですよ。お前が死ぬなら私も一緒に死ぬって言われちゃったんですよね。それどう思ったの？それ言われて。そんなこと思わしちゃったと思ったの？何してるんだろうなと思って。自分がか。ああ、なるほど。今もそう思う？解決しますね、これ。マジ？単純に愛じゃんか。そうなんです、ね。うん。そこは何？お前ロックンローラーだから複雑にしたくなっちゃうこと？かもしれないです。な。うん。いや、愛だよ。もうこれだけで歌詞できちゃいそうぐらい、だってやばやばやば、これもこのままでいいぐらいって思っちゃう、ね、すごいネガティブな歌になる。ネガティブな歌になる。ネガティブしかないですけど。でも、あのね、俺ここはかなりポジティブだと思うんだよね、うん、あ、そうですね、うん、こっちがすごくポジティブだと思ってて、運もそうだし、だから、やばい、ちょっと飴舐めといた方がいいかな。準備早めた方がいいですか。これすぐできちゃいますよ。チューニングしといてください。ドロップスありますよ、そこに。ちゃんと用意してあるんです。あるんですか。マジですか。マジですか。あ、これも書いたっすね。なんかでもできそうじゃない、うん、もう素材はある感じがする。すごいな。すごい。これ素材できる。いやいや、もちろんもちろん。でもちゃんと伝えたいものがまとまってるから、それがなくて作れない人っていうのがたくさんいるから、うんうん、あ、なるほど、ちゃんとそこがあるから、なるほどね、どうにでも、あ、そこがないと。ほんじゃお前めっちゃあるじゃん。そうそう、めっちゃあるから、うん、なるほどね。技術うんなんだけど、はい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 、と思います。お前めっちゃあるじゃん、ほんなら。確かにな。あ、うんうん、これもまたるんですよ、うん、あ、そっか、うん、そうだな、うん、運がいいがよ。運がいいですよね、うん。それを運って捉えるところもすごく素敵な感じですね。いろいろ書いてくれて、いや本当なんかノートの使い方もすごく絶妙で素晴らしい。これ全然わからん俺な。これ変な人ですね、多分。うん、なんかこうだって普通さ、こうやって1行ずつ書くじゃん、こうやってそうそう詰めてね。あ、なんかほんと感覚的に書いてるんだろうなって。そうじゃないし、なんか面白いよね、このさ、うん、こっちは右に書いてる、こっちは左に書いてる。すごく面白い。すごく面白い。すごく、そこの着眼点すごくないですか。そっちの方が俺はすごい。なんかこのノートってもったいないから詰めて書こうってするけど、それを考えずに思うのは、しかもさ、これさ、こっから始まってるっていうね、うん、あ、そうそう、俺マジでこれ本当思った。最初すごいよ。すごいよね、本当に面白い。これ面白い。ちょっとパッて開いて書いたね。あ、うん、いい。パッて開いて書くのがすごいよな。枠にはまんないスタイル、うん、枠から抜け出せてきた証拠だよね、うん、どんな曲できるんだろう。
びっくりですよ、ね、そりゃね、やっぱりそれがかかった瞬間になみんながこう生き軸思い出してくれればベストだよな。なんか、なんだろう、絶対さ、変わるか変わらんでいったら大げさだけど、ポジティブな気持ちになってくれたらいいよな。まあ、そうっす、うん、悲しくならなきゃ。そう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 、いいんじゃない、イメージできてきたんじゃない、うん、な、うん、いや、どうしようか、どうやって進めていこうか、なんか、うん、ね、これ歌詞から作るんですか、それともメロディーから作っていく方がいいんですか。どっちもあって、でもなんか今全体のこの雰囲気が歌詞であって、うん、でこっからさらに突き詰めちゃうとなんかメロディーが乗せにくくなっちゃうから、あ、まあ、なんか雰囲気、コード進行とかだけでも、うん、ちょっと決めていけたらいいかなと思う。早いです、早いです、早いです、早いです。数曲できそうなぐらいですね。え？マジっすか？やば。やばいじゃん。でもなんか基本結局テーマはずっと同じで、ちょっとこう、なんだろう。なんかあれなんですか？明るいコードとか暗いコードとかってそういう印象とかもあるんですか？コードに。ある。あ、なるほど。マイナー。お前池塾のあれ弾ける？あ、手入れ、手入れってやつですか？そうそうそう。え？すごい。耳コピです。耳コピ。なんかこう普段どんな感じで弾いてる？どんな感じ？うん、カバーとか？あ、もうカバーです。アコギはでも触んないですね。エレキか。エレキだとそれこそ天体観測とかね。うん、そうですね。あんまだからコードでガーッと弾くっていうのはないかもしれないです。パワーコードぐらい。この歌詞に悲しい感じだと本当に悲しい。そんな感じで考えてくるんですか。歌詞がある程度あってそれに合う曲を作るみたいな感じでいくんですか。まあ両方あるんですよ、その曲が先とか、はいはい、でも今まとまってるので、まあ、これに合う曲をつけるっていうのがいいかなと思ってて、でただ掛け算なので、はい、暗い曲はやっててもいいし、明るい曲やっててもいいし、だからそれはもう本当自由なんですよね。なんだけど、まあこの歌詞ってかなり意思がある、うん、で、大変なことがこういったところに最初に書いてあって、だけどポジティブな根っこがあるっていうことなので、なんかこうなんだろうな、まず暗い感じでもないし、めちゃくちゃ明るすぎても興ざめしちゃうかなと思うので、ちょっとこうエモーショナルなというか感情的になれるような曲調がいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、苦手な部類ですね。俺は何でもいける。例えば天体観測とかで、あれって明るいか暗いかで言うとどっちだと思う？俺は明るいです。でも明るさの中に結構切なさもあるんですね。例えば、このコードってマイナーなので、だから一気に最初明るいんだけど次マイナーになるからちょっとなんか切ない感じするじゃん。そうからちょっとマイナーを織り交ぜてもいいかな。なるほど、確かに。確かにマイナーを織り交ぜることでちょっとこう 光と影両方感じられるみたいな。めっちゃいいじゃんお前。影がないと光が見えないし、なんかそういう印象が、何でもいいってのは別ですね。コード進行か、好きなコードでいいじゃん最初。好きなコード、よく弾くコード、よく弾くコード、例えばお前がすごいこう好きな曲の最初のコードでもいいし。この間、息塾で調べ、弾いてたやつはどんなやつな？息塾で弾いてたやつ、うん、打ち合わせになったとさ、下でいじってたじゃん。あー、リーダーが作った曲のコード進行。へえ。考えてたっす。イントロだけ作って考えてくれって言われて。へえ。これ何なんですかね、何のコードかわかんないです。
シーアドナイス。アドナイス。そういうのは使えないの今回。いや別の曲のコードだよね。なんかちょっと振り回したりして。ちょっと続き弾いて。え？続きないんですよ。ない。ここの繰り返し？いや、なんかできなかった続き。うん、ここなんか飛車の方に下がってたらよかったよ、ね、今ね。何弾いてたよ。今ただ F 弾いた。F ね。G か。G 弾いて F 弾いた。はいはいはい。で進まなくなった。もうめっちゃいいじゃん今のでもうメロディーになってる思わず歌いそうになっちゃったG、F、F でこの次さ C の音E ってできる C を押さえるんだけど一番下そうそうそう全部で次 G この繰り返し3 4 G あでどっちもいいよで F F F C O E G なんか涙出てきそうになったねえもう感動した感動ですねえありがとうございますまだできてないですまだできてないですすごいめっちゃいいじゃんめっちゃいいですねいやでもこれそらくんが出てきたコードだからなんかぽいよ、なんか雰囲気あるし、なあえすごい音楽すごいな今引っ張られてできたんだねうんすごいいや感動したわこのコードシンクいいねいいねすごくいいと思う、うん、なんかありがとうございますああお前もこう弾いたってどうなのいやもうなんかしっくりきたあそううわよかったなうまく引き出せたね、引き出せたよ、うん、やっぱこの空間でさ心開いたかよお前よかったじゃんすごっよかったよ俺めっちゃ感動したすごいいいと思う、うん、なんかさ鼻歌でさメロディーとか出てくる、いやむずい難しいフェイクフェイクでもいいちょっとフェイク入れるとかあそうメロディーじゃなくてみんなそうやんたぶんあれですよねアドリブソロ的な感じの感性が必要ですよねいっちゃいっちゃい無理なんですよねいけるいける一音だけでも全然いいんだよね一音例えばなるほど、すごっとかでもいいじゃん例えばえ、すごじゃあ俺コード弾いてるから、うん、なんか自分で一番心地いいなと思う音一音だけでいいから、うん、なんかちょっと決めてみて、はい、いくよ、うん、それ、うん、いいよね、うん、いいねいいねじゃあもう一つ選ぶとしたらそれ以外で何でもいいよあのね意外と合わないと思ったものが味を出すこともあるから
それに、それしよう。これね、どうだね。あ、そう。これとこれね。ちょっと左上に、うん。そう、で、その、そう、そこが、C on E。タブ不思議。さて、今ここまで決まってます。で、ここに、今、そらくんは、G の音と、C の音を今セレクトしたんだよね。そうそうそう。結構音程差離れてるじゃないこれ。ですね。なのでせっかくなので例えばサビとサビ以外の歌詞に分けるとしたらあのサビってやっぱり高い音に持っていきたいのね。なのでサビの始まりを例えばこのソの音にして A メロの始まりをドの音にするとかってやるとバランスよくなる。例えばヒントで言うと A メロは、この音だからラララララとかから始まる。例えばね。で、なんかいろいろやってで、次はラララララがサビみたいな。わかるイメージ。なるほど、なるほどだけどすごいな。歩いてる時とかよく思いついてるよね。思いついてるのとでもね自分で、うん、自分が作ったメロディーが自分で気に入らない時とかもあって、うん、そうすると人に聞かせたくないじゃない。ですね。だからできなくなるっていうのもあるんだよ、うん、なんか自分が作ったメロディーがこうありふれてる感じに思えちゃう時があって、うん、そういう時はそのどこが嫌なのかっていうのを確かめて、ちょっと違うパターンにしてみる。なるほど、うん、その感覚に用いれるかな。大丈夫、運がいいんだから。確かに、うん、だって今日ここまでってね。いやもうほぼできたようなもんだよね、うんうん、本当によく進んだっすね。いや、すごいんじゃないの、うん、マジですごいことでしょう、ね、すごい結構すごいことしてます。生き軸チャンネルのファンの人たちはやばいっすよ。っていうか、そこを引き出せるお二人がマジですごいです。そう、マジですごいと思う。いやでも、これはね、俺らもどうなるかって思ってて、今日も、ね、わざわざに来てどうなるかって思ってたんだけど、よかった、なんか安心したし、そう楽しみ、うん、え、なんかいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、別にそれふと思いついてね、いいんだろうなって、うん、ちょっとずつ思いつくのか。うん、それでいいじゃん。いやー、マジでちょっと今度さなんか全身力が入らん感じだもん、俺。え、だって、うん、来て1時間ですよ。え、俺1時間でできると思ってなかったですよ、こんな。だから、帰って何すればいいのか、うん、を聞いた方がお前はいいんじゃないの。確かに。まず散歩しながら考えるとか分からんけどさ。なんかでもあとメロディーなんですよね。メロディーですね、はい、メロディーってなんかあるんですか。ダメなの。ねそっちから探すんだもんね。めちゃくちゃ自由に作っていいならやりやすいんで。いいだろ、何がいかんの。なんかコードに合わない音を入れたらダメとか。いいじゃん、プロがおんだから。確かにそうだね、プロが直してくれる、うん。だってお前の中にあるものを引き出してくれてこのメロディーとかこの伴奏っていうのが出来上がったんならさ、お前の中から出さない意味ないじゃんか。確かに、うん、そこにいいも悪いもあるわけないじゃんか。例えば今のさ、そのちょっと思いついたフレーズこれはなんか自分でどう、割と気に入った方、うん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 、全然それを、うん、もう一回聞いてちょっと細かいところを決めていくとか、うん、なるほど。まだ歌詞ができてないから細かいところはさ、歌詞と合わせていく感じなんで、うん、こうやって作ってくんだね。すごいっすね、段階10ですね。
綺麗、そうだね。例えばそれどっちのイメージ、 A メロなのかサビなのか。ここまで高いとサビで使いたいですね。うんうんうん、 OK。 そしたらまあ一つの目安としては A メロはそこまで高くない方がいいから、ここから始まるとかね、そこからさらに下がっていくとかだとやりやすいと思う。パッと出てこないな。まあ、うわやば。なんかさ、思いが込み上がってくる感じなんだわ。多分マジで息塾の音合っとると思うよこれ。オッケー、じゃあとりあえずここから先は一旦そらくんの方で作ってもらって、はい、でまた聞かせてもらって、はい、今度歌詞を作ったりとか、あとちょっとこうまとまるアイディアっていうかそのコツみたいなのもあるから、そこだけちょっと調整して一曲にしていくっていう感じかな。はい、うん、いやー、よかったな、お前楽しいっすね。素晴らしい、本当に。俺この瞬間立ち上げただけでもちょっと、いやそこなんだってマジでそこはですよね、うん、あのさっき空のが伝わってきてみたいな言ったじゃないですか、うん、感覚的なもんですか。感覚的なもんです、マジで言葉にはできないというか。俺それが聞きたかったんだよね、どう伝わるんかなっていうさ、共鳴するような感じってことですか。そうだと思います。なんかそう、空くんじゃないとあのコード生まれてなかったし絶対に、うんお前、これお前の？そうっす、録音してた先がある。あ、そういうことか。ちょっとやってみます。聞こえるかも。いいじゃん。なんとなく形になったんだ。いいじゃん。今回プロのアーティストの凄さを体感したし、そらくんの持つアーティスティックな一面も見ることができた。柳田さんが曲を引き出せたのは感覚的なものと話していたが、元引きこもりのそらくんがここまで心を開いて楽曲制作に取り組めたことを氷室さんと2人で驚いていた。そらくんの過去の経験や本人の感じてきたことをそのまま曲に落とし込んで、そらくんらしい曲が出来上がることを楽しみに待ちたい。